こんにちは。私の名前は井上修生です。修生です。マキさん、ある日工事現場からもらった、灰がいります。工事現場のおじさんからもらったマキタのインパクトドライバーを紹介します。いろいろとやります。ちなみに、待って。先ほども動画撮りましたが、変な動画が立ったので、もう一回普通の動画って書いてあるやつでやりたいと思います。さっき言ったことを覚えて、俺の名前と、マキタ。もらったんです。マキタなんです。最高でした。壊れてるって言ってくれたんですが、なんと、うちに実はマキタの工具が1つ。14.4V です。ほら。14.4V の、バッテリー。偽物のマキタではありません。偽物のバッテリーです。まあ、とにかく、もらったんですが、私は本当は18V の方が良かったんです。ですがお父さんは、なぜか、変な感じの、変っていうか嫌いな、18V の方が好きなんです。14.4V だと弱い感じがしますが、18V は大好きなんですよ。形がこのようなまっすぐじゃなく、ここがちょっと出っ張ってるって感じです。すんごいバランスが取れそう。では、まず、これ、お母さんが買ってくれた、100均でお母さんが買ってくれたものです。では、行きましょう。これは私のお母さんが買ってくれた、ネジとかそういう絆創膏とかいろいろ取り入れられるものです。このマキタ、ブラシレスモーター式で、しかもブラシレスモーターです。動きます。このように動きます。見えないので、実は私のポケットの中に、いろいろと入ってます。インパクトドライバーにつくもの。こっちには、待って。ポケットの中に、インパクトドライバーの先っちょ、つまりネジを回すため、ネジはビシッっていう人もいますが、私間違えてネジを回すものをビシッって呼んじゃいました。で、このマキタは、ここに、こちらにライトとパワーのやつがあります。パワーは中を小さい中大きい、つまりパワーですね。音を聞いてみて。まず小さいやつ、パワー全開のやつの方が音が大きいですね。では、本当に回ってるかの証明のために、こちらはスポッて入るタイプです。スポッて入らないやつはいちいち、ここを引っ張りながら入れるんです。ですが、こちらは、スポッて入るタイプです。ほら、このように。動いてるでしょ？では、先ほど準備した、こちらの木と、あと、もう一つの木を準備しました。それでは、行きたいと思います。普通の動画のタイプなので、
結構タイムリミットが長くないんですよ。まあとにかく早くしなきゃ終わっちゃう。ポケットの中からこれを出します。この変こういう形のネジもあるんです。よく見えない、見えづらい、六角みたいな感じと長いネジ回し、これはプロ用のやつです。プロ用は真ん中がこのように細くなっているんです。プロ用じゃない普通のやつはこのようにここがこんなに普通になっています。普通って意味わかんないけど、まあとにかくやってみましょう。やってみましょう。こちらの先ほどの100均で買ってくれたやつの中から一つネジを出したいと思います。これです。このネジを使ってやりたいと思います。ではいきます。では、いきます。では、やりたいと思います。両手でもできるんですが、両手ってこういうことです。キューンって。ですが、片手でもできます。では、いきます。まずは、この弱い方から。片手でやってみます。さ、両手でやって次片手を木に添えて、それから打ち込むんです。普通のまだインパクトドライバーとかを買ってない人は気をつけてください。こちらにこの真ん中にするとロックなんです。ほら動かない。でこっちの方にあると右方向に動きます。でこちらの方をこっちにあると左方向に動きます。まあ全然回る方向が違うタイプはこっちの方が右なんです。でこっちが左で、こっちこれの場合右です。では次はパワーアップしてやってみたいと思います。いきます。早いでしょ？もっと早いやつはこれです。ここにでは行きたいと思います。逆向きでした。もう一度やってみたいと思います。また間違えました。このようにまっすぐ入りましたね。入りすぎ
すぎてしまいましたが、まあいいでしょう。早いです。すんごく熱くなるんですよ。出したり入れたりすると、ネジが、このネジが熱い。ここは少々熱くなりますね。ではお次はドリルです。ちなみにここにライトボタンを押すとライトがつきます。ライトがつくとすんごく便利。このように、床に落としてしまいました。このように、ほら、ライトで分かりやすいです。たまにブレてしまいます、先っちょが。ではドリルに行きます。